視聴者さんこんにちは、あかねちゃんやで。今回はエイム強化のため大都市ポチンキに降りるで。エイム練習の理由、まあいろいろあるんやけどこれ見てくれたらわかるわ。1週間前。よっしゃ残り3人まで来た。これはドンカツ狙えるで。残りの奴らはうちやってるんか。しかもうちには気づいてないな。つまり、うちが何もしなくても、勝手に1人減るわけや。そして生き残った方はうちがとどめを刺す。完璧な作戦や。決着ついたか。さて、敵さん次はあんたが死ぬ番やで。さてと、大体の場所は特定したし、割れない程度に近づこか。とあいつどこ撃ってるんや、うちはそんなとこおらんで。ほれほれ、突然のグレネードにおじきづくんや。ふはは、姿見せたらお前はこれで死ぬんだよ。あ、ちょっと待って、全く当たってことがあったから街で戦う練習を決めたんや。なるほど。この前 PC の前で気絶してたのはそういう理由があったからか。うわ。葵どこから出てきた？まあまあ気にせず、それより面白そうなゲームやってるね。なんや、葵はこのゲーム知らんのか。遅れてるなぁ。コンセント抜いていいかな？口が悪かったごめん。このゲームは PUBG って名前で、100人で殺し合って勝ったらドンカツ食える、シンプルなゲームや。なんか簡単そうなゲームだね。私にやらせてよ。ええやろ。後でえらい目見ても知らんね。ふふふ、なんとかなるでしょ。って、あれ？手持ちに銃ないじゃん。お姉ちゃん私に嫌がらせするためにハンドガンだけにしたでしょ。残念やな葵。このゲームは銃も回復アイテムも自分で拾わんとあかんのや。何それめんどくさい。まあまあ、それがこのゲームの楽しみの一つや。ほら SG やるやん。S1897、名前的に弱そうな武器だね。名前で強さ判断すんな。それもそうだね。じゃあ強さ測るために試し撃ちの相手探そう。あら、探そうと思ってたら勝手にやってきたよ。葵、気をつけや。相手も銃持ってるかもしれんで。大丈夫。私は負けない。フラグやな。グッバイ葵。ハロー、私は葵。あなたはなんて名前なの？挨拶しながら中1とかサイコパスやん。ははは。でもこれで分かった。あいつ何も武器持ってないね。そうみたいやな。無理によ。ってことであなたが生き絶えるまで追いかけ続ける。どうしてその考えになった？こっち戻ってくるね。出迎えないと。お帰りなさいませ。ご主人様。やっぱ何も持ってないか使えない人ね。なんちゅう言い方や。お姉ちゃん、強そうな SR 拾ったよ。VSS か。倍率と消音器が最初からついてる SR やな。何それ。すごく強いじゃん。その代わり低威力で弾速超遅いってデメリットはあるけどな。何それ。一気に弱く感じるんですけど。正直意見分かれる銃やわ。なるほどね。じゃあ、早速使ってみるよ。すごい、敵さんにバレずに倒せたよ。それより残り人数おかしくないですか。ドライブしてたらいつの間にかみんないなくなっていたけん。そして移動しようとしたらガンマンされてたけん。葵実況する気ないやろ。まあまあ、今の試合は肩慣らしだから。そうか。じゃあ次の試合期待しとくで。よし、この試合はドンカツ食べてみせるよ。せやな。なんだこの車、少しの段差でひっくり返るじゃん。車が悪いっていうより運転の方に問題があると思うわ。まあ目の前に別の車あったし帰ろってことだったんでしょ。いや、そうに違いない。次の車はうまくやってくれるでしょう。ダイナミックスーパーヒットを運転や。恥ずかしくないんか。恥ずかしがるお姉ちゃんは好きだけど私は恥ずかしくない。おおそうか。一旦のを見てもらったらええよ。どうしよう、倍率スコープないし縮小外れないこと祈ってこもろうかな。フラグを打つ。残念、耐えました。おもんないわ。ってことで次の縮小までカットしたった。この姉最低。ほれほれ、移動せんと死んでまうで。単位ギリギリに小屋あったし崖でそっち向かうよ。クソ、誰だよこんなひどい駐車したやつ。どこの青いやろな。よかった撃たれなくて。この調子で一気に向かうよ。ダイナミック駐車はよし無事に着いたね。無事生きていれば無事なんだよお姉ちゃん。それより近くに敵がいる。さっさと回復しちゃうよ。よし回復完了。気を引き締めていくよ。分かってるのは奴が塀の裏側にいるってことだけ。ここは敵が動くのを待つよ。と葵、その前に縮小を確認した方がええで。麦畑に寄ってくれるといいんだけど。うわぁ、とんでもない寄り方したな。ここは車乗って街突っ込むべき。いや、それとも後ろのやつ倒して麦畑突っ走る。どっちにしろ奴が動くまで待っとくしかないな。そうだね、ギリギリまで待って動いてこないならこっちから行こう。奥に行ったね。なら私は車側に行くよ。兵1個分の戦い。PUBG らしくてええな。それらしい戦い1回もしてないからね。ここで負けるわけにはいかない。よし、グレネード投げて倒しちゃうよ。イケフラググレネード。君に決めた。左側から詰めてきてるで。ピン抜く音聞いて詰めていったな。大リープしてやる。残念だな敵さん。私はヘッドショットできるエイムがないからタチャンカヘルメットしてても意味がないんだよ。かっこいいように見えるけど、すっげえダサいな。しっかしこいつタラック物資持ってるね。少しぐらい私にくれたら生かしておいたのに。でも、最終的に殺すから生かす意味ないやん。甘いねお姉ちゃん。希望を与えてから突き落とすのが楽しいんだよ。その顔やめえや。からその顔やめろって。やばい、気がついたら縮小時間来てるじゃん。急がなきゃ。結局車で移動することになったな。ああ、もうこの時間帯のパルス痛いって。それどうするんや。街中入るんか。車乗っちゃったからそうするしかないね。大ピンチだよこれ。とりあえず範囲ギリギリの家に行くしかない。その後はアドリブでなんとかしよう。ダイナミック注射。今の注射は完璧やったな。よし、この兵が範囲内と信じて回復に入ろう。回復完了。さてどうしようかな。残り人数もかなり減ったな。これはいけるで葵。でもね、次の縮小結構開けた場所なんだよ。家中のやつ圧倒的に有利やな。でもなんとかなるなる。相変わらず適当だなこの雨は。まあいいや。ここはスモークの中通ると見せかけて左の大通り突っ切る作戦で行くよ。スモークで敵を混乱させるんやな。考えたな葵。問題は心当たりの地形全く把握してない。自分も混乱するパターンか。今近くで打ち合ってたのやめてほしいな。まあいっか、時間も迫ってるし適当な家入っちゃおう。今確実に撃たれたよな。気にしたら負け。ああ、この家でいいや。ちゃっちゃ入っちゃおう。ちょっと待って、入居拒否は聞いてない。後ろに敵いたらやばかったな。今のはかなり焦ったよ。あちゃ、縮小に嫌われてんな。それより左で銃声したような。潰さなきゃ。出てくるの待った方がええんちゃうか。下手に突撃したら死ぬで。リスク。何のためにグレネードがあるのさ。敵さん、私の気持ち受け取って。別のやつがやったみたいや。音的に私たちの上にいるっぽいね。すっごくまずいねこれ。ってことで消えてくださいね。ああ、これは第三者にずっと監視されてるやつやな。クソ、縮小も迫ってるし突っ込むしかないじゃん。回復完了。葵、行ってきます。この時葵は気づいていなかった。2階の入り口が目の前にあることに。ペッパルン。あと4人だったのに。葵、分かったか。これが PUBG や。残り少ない状態で負けるとすごく悔しいね。せやろ。じゃあ次はドンカツ目指すで。それって次から私もレギュラーってこと？そういうことや。ほれ、さっさと次の試合行くで。一旦休憩したい。